77.5 FM 新潟。では頑張っている若者にアドバイスお願いします。はい、これからの時代がですね、非常にもう目まぐるしく変わる時代になると思います。AI とか IoT もこの進化によりまして、まあ、新たな職種も生まれますし、今まであった職業がなくなっていったり、状況がどんどん変わると思います。まあ、その状況の中で、いかに変化に対応できるかが、重要なキーワードになると思います。起業されようとしている方、もしくはその若者ですね、これから、社会に出ていく、もしくは、今新しくいろいろとチャレンジをされていく方、まあ、皆様に、共通して私が、一言申し上げたいのは、やはりその対応力、そういったところに対応して、いける方が勝ち組になって、いけると感じております。皆さん頑張ってください。